僕は今岐阜県にあるユーハウスさんという会社に来ております。代表取締役の阿部さんとトップセールスの酒井さんに面接を受けていただくという企画をしようと思います。面接を通じてどちらと一緒に働きたいかという決断させていただけたらなっていうふうに思っております。面接官の村瀬と申します。入社8年目の営業マンです。よろしくお願いいたします。営業今年7年目の福田と申します。よろしくお願いします。営業の今年5年目になります、酒井と申します。よろしくお願いいたします。面接を始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ユーハウス代表取締役の阿部義澄と申します。私の PR といたしましては、いろんなところに出歩いて情報を収集して、その中からこれだと思われるものをですね、企画して、そしてすぐに実行していくというスピードが命だというふうに思っております。今建設業という括りの中でユーハウスという会社をやっておりますけれども、その中に建設業以外の例えばパン屋さんをオープンさせたりとか、そういうことを常に実行していくというようなことになっているかと思います。ユーハウス営業部、酒井拓也と申します。お願いします。自分の強みとしては、素直かなっていうところで思っております。でその素直っていうのは、他人の意見、積極的に取り入れる。否定をしずに、まずは飲み込む。で、その後に、できるかできないかっていうところで協力し合って、相談できるっていうのが強みかなと思ってます。今までの経験上、例えば否定をしてしまって、受け入れないと、結局損をすることが多いので、まずは話を聞く。で、それができるかどうかを確認して、で、一緒にやっていこうと。まとめていくところが、僕のいいところかなと思ってます。学生時代頑張ったことを聞きたいんですけど、卒論を書くときということになると思いますけれども、電力中央研究所というところなんですが、そこに1年間通いまして、そこで研究室にずっと入っておりましたので、最後の1年というのはもうそこでずっと暮らしていたということになります。学会の発表とかそういうのを手伝いをしたということになるんですけれども、それと同時にですね、自分の卒業論文もそこで書き上げたということになっています。ただ学生時代頑張ったことは2つまずありまして、中学校から大学までずっとバスケットボールやってました。なるほど。それをずっと極めようと思って、継続できているなっていうところは、一つ学生時代頑張っていることかなと思います。でもう一個は、結婚式場のアルバイトをしたんですけど、そこでリーダーとしてそのアルバイトの方に指示をしたりもして、どういうふうにしたら時間内に終わるのかとか、どういうふうになったら時間内ちゃんときれいにまとまって新郎新婦さんが幸せになれるかっていうところをリーダーになったんですけど、そこをずっとやらさせてもらってたんです、なのでグループをまとめるっていうところで学生時代頑張っていたかなと思います。その経験が今につながっていることは実感としてどこかありますか？今行く何か部下の子がいるんですけども、そこに指示をするときに、こういう指示をしたらいいのかなとか、こっちの方が早いんだなとか、絶対これ言わないといけないとか、そのスピード感というのはなんとなくそれを学べてたかなと思います。ニューハウスのことをそれなりに調べてお越しいただいていると思いますけれども、ニューハウスに入りたいなと思った理由を教えていただいてもよろしいですか？岐阜を車で走っておりますと、野立の看板であったり建築中の看板であったりっていうのを結構よく見たんですけれども、どんな会社なのかなという非常に興味を持った、選考の方にも出させていただいたというそういう理由になります。酒井さん、ホームページを見させていただいたときに若い人が多かったので、活気がある会社かなと思ったことと、あと若い方が多いのでいろんな試みがあるのかなと思いまして志望させていただきました。阿部さんが思うユーハウスの魅力みたいなのはございますか？はい、お客様のためイコール自分たちの仕事のやりがいと、仕事でやり遂げることによってそれがお客さんのためになると、そこの部分に深く共感をいたしました。そしてもう一つが、会社全体の中に6つの部門があるよ、非常に多角化をして見えるという、お客さんが住むということから考えますと当然土地が必要なので、ということで不動産がある、で不動産を作り出すための開発事業部というのがある、そしてユーハウスがあって、ユーハウスがお客さんの家を造成工事する時のために土木事業部というのもある、リフォームの需要が出た時にリフォームのお手伝いもさせていただくと、でもう一つパン屋さんもあるということで、ずっとそのお客さんのことを寄り添っていける会社なのかなというふうに思いました。お二人の将来の夢を聞かせてください。私がもしもこの会社に入ったとするなら、やっぱりこの会社はどんどん拡大をしていきたいな、ただただ大きくすればいいということではありませんけれども、お客様に迷惑をかけない、お客様が安心感を持っていただける、規模というのがあると思いますので、その規模まではなんとか拡大をして、できればエリアマネージャー的なことをやりたいなというふうに思っています。じゃあ酒井さんお願いします。はい、
初代の夢なんですけれども、まあ、ニューハウスないようさんってこう歴史のある会社なので、この歴史をさらにつなげていきたい、それが社員になりたいなと思ってます。具体的には100年150年あると思うんですけども、先ほどの話したのお客様に対して迷惑をかけないように歴史をつないでいきたい、でさらには一緒に働くスタッフさん社員さんも満足できるように着実に経営ができるようそこに携われるような社員さんになりたいです。入社をしてからどんなスタッフと働きたいと思いますか？同僚に対しても、そして部下に対しても、お客様に対しても嘘をつかない人、それから熱い方っていうのが大好きですので、他といっても燃えていく人、自然性の人というか、そういう方と一緒に仕事したいです。なるほどです。僕はですね、一緒に働きたい人は物事をやるぞって言った時に一緒になって同じベクトルを向いてやるぞっていう人と一緒に仕事したいです。例えば意見がぶつかる時も必ず今後出てくると思うんです、はい、ベクトルが違ってしまった場合は、はい、どのようにそれを対処していこうと思っていますか？はい、ぶつかってしまった時には必ず話し合いをして、今にとって何が最善策かっていうところをちゃんと絞り出して、で決めたらそこに向かっていこうかなと思って、それが例えば僕の意見じゃなくてもいい方向でみんなが一致したらそちらも進みたいと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。お二人の方から何か質問などございましたらお願いします。将来大雄の中でどんなポジションを目指してみるんですか？部下育成を任されるうちになってきています。新人研修も講師として任せていただいて、私の所作とか話し方っていうのが世の中にこう通るかどうかは正直不明確ではあるんですけど、私が見て部下の子たちがそれこそお客様にとってとか先輩とか上司に向かって話す話し方であったりとか、その立ち振る舞いなんかを誰が見ても、あの子がいたから今入ってきた新しい子たちも動作が綺麗だねって言ってもらえるような教育係になれればいいなと個人的には思ってます。今は営業でやらさせていただいておりますので、ポジションで言うとやっぱりそこのトップを目指していくべきだなと私も思っておりますので、一言で言うと営業部長。今の仕事に対してやりがいって何だっていうことと、最終着地というのはどういう風になりたいかっていう夢を教えてほしいです。一番最初お会いした時からお引き渡しまでトータルのサポートをさせていただける、でその中で、まあ、いろんな思いであったりとかご相談を受けながら、まあ、最終的に、福田さんでよかったなとか担当でよかったなと、そう言っていただけるその言葉が今のやりがいにはつながっているので、まあ、お客様の幸せのためにやったことが最初に自分の幸せにもなっているので、まあ、一番大きなやりがいというのはそういったポイントになっております。最終は自分がプランとしてもお手伝いできて、全てのところの幸せにお客様をお連れしたい、そんな風に。やりがいはお客様とお話ができることなので、まあ、良くも悪くも打ち合わせがどちらかというと長引くタイプなんですけど、お客さんが今どういうのが好きでとかっていうところをお話しするのが単純に好きですね。将来どうなりたいか、いつかはおそらく子育てをしないといけないタイミングが、まあ、個人的には来るかなと思っていて、で当然うちの女性スタッフも育休産休を取って子育て真っ最中の方もいるんですけど、その人たちみたいな感じで子供が生まれてまだ幼稚園とか小学校に上がっている時でもお客様とお話しできる機会を持っていられるような働き方ができたらなと個人的には思っています。会社の役員になって創業者や、まあ、2代目社長の意思を継いでいきたいなと思っております。面接は一通り、終了したのですが、どちらと一緒に働きたいか僕らの中で札を上げようと思います。せーの、お客様にご迷惑にならない程度に会社を大きくしたいっていうのが個人的には印象的で、お客様にとって一番幸せは何かっていうのを考えるのが大事だなと思っているので、そこについて将来としてお客様のためになることを考えているっていうところで、そこに惹かれて社長にしました。まあ、方向があるっていうのが正直一番大事なところかなと私は考えております。お客様のために何かをしようというその気持ちが、自分の原動力になりますし、さらに自然性と自分から何でもやっていきたい、燃えていきたいっていうところも、まあ、いろいろ感じられましたので、社長ありがとうございます。めちゃくちゃ悩まして僕は社長を挙げさせてもらいました。自然性というところで確実に多分今いる全社員の中で
一番熱いお考えをお持ちですし、それが伝わってきましたので、まあ、まだまだやっぱついていきたいという。今回僕だけ第三者視点といいますか、面接をさせていただいたんですけども、もちろんお二人とも僕より何倍も経験も実績も熱量もあるお二人で判断するのはすごく恐縮なんですが、株式会社ダイアリーとして考えた場合、阿部さんを採用させていただくと会社を乗っ取られるのではないかちなみに熱量が、はい、すごくあったので、会社としてやっていけそうかなっていうふうに思ったので酒井課長を選ばせていただきました。ということで、ユーハウスさんではこういった感じでアットホームな雰囲気で魅力がたくさんあるので、転職新卒関わらず募集していますので、下の概要欄からユーハウスさんのホームページの方をぜひご覧くださいということで、本日は面接をさせていただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今からユーハウスさんが運営されているパン屋さんに行こうと思います。アトリーパン工房の一番のおすすめは、はい、ちょっと遠いですけど、カレーパンです。はい、美味しそう。基本的には揚げたてをいつもご提供させていただいておりますので、はい、もしよかったら、いただきます。あ、本当ですか。ありがとうございます。では、人気ナンバーワンの、はい、カレーパンを揚げたてということで、はい、いただこうと思います。こんな感じでめちゃくちゃ美味しそうですね。いただきます。どうぞ。召し上がりください。カレーの中に入っているカレーの具材から、うちのパン屋さんの社員がやらさせてもらってるんですけど、うん、まだカレーにたどり着いてないので、ちょっとお待ちいただいてたら嬉しいです。もうカリカリで美味しいです。ありがとうございます。ユーハウスさんが運営されているパン屋さん、もう一回行きますね。すみません。はい、ということで今からユーハウスさんが運営されているパン屋さんに行こうと思います。実際に社員さんがパンを焼いているということで、酒井さんに今日は案内していただきます。はい、よろしくお願いします。では、